3月9日土曜日、津沖にある津ヨットハーバーで、津松阪港海岸フラップゲート式立港完成報告会が開かれました。フラップゲート式の立港とは、高潮や津波により道路が浸水したときに、水の浮力と水圧によって道路に格納されている扉が自動で浮上し、災害時に人の操作を必要とせず水の侵入を防ぐことができる防潮扉です。この立港は東日本大震災で水門を操作していた人たちが多数犠牲になったことから開発されました。津ヨットハーバーの出入り口に設置された立港は 20.6 メートルあり、国内最大級の大きさです。この日はフラップゲート式立校の完成報告会が行われ、関係者や地元住民などおよそ60人が参加しました。はじめに国土交通省港湾局長の代理として、港湾局海洋環境課長の中崎武さんから、昨今の台風による高潮被害や南海トラフ地震のことを考えると、海岸整備はより一層必要になっています。国土交通省は引き続き海岸の整備を進め、安全安心な地域づくりに取り組んでまいりますと挨拶がありました。他にも衆議院議員の川崎二郎さん、田村典久さんと前橋長が挨拶しました。その後、四日市港湾事務所長の佐藤誠さんから立港についての説明があり、映像を使ってフラップゲート式立港が自動で閉じる様子が紹介されました。ゲートの前にこのグレーチングがございますが、ここから水がゲートの下に入りまして、そのゲートの下に水がたまり、ゲートが浮力で浮きます。その後は水位の上昇、それから波の水圧で徐々にゲートが起き上がってきます。出席者はテープカットを行い、地域を守る立港の完成を祝っていました。